ということで、うちでは実は丸々やめました。お口開けてください。口元美容香りです。いや、みんな虫歯にはなりたくないよね。まあ多くの人が虫歯は嫌、虫歯は嫌って虫歯のことを口の中で一番心配してると思うねんな。せやねんな。実はいろんなことが口の中で起こってるんやけど、やっぱり歯痛なるっていうような経験をしてるからかもしれへんねんけど、虫歯は嫌ってめっちゃ思ってるやんか。で、うちは虫歯予防のことどういうふうに考えてるかっていうことやねんけど、当然ながら体の中のいろんなシステムが動いて健康なわけやろ。体がしっかりと動いてることで免疫も上がって健康を維持できるわけやんか。その何か不調が出てきた時って一番初めに粘膜とか皮膚とかに現れやすいって言われてんのよな。粘膜ってどこって言ったら、口からお尻までこのふーっとつながってるの。これって実は外の器官やね。バイキンが行ったり来たりできるようなところやから、中ってもっと内臓とかやんな。胃とか腸とかはこっからつながってるやんか。一本の筋ストローが入るから、実はこれ外の器官でバイキンがいっぱいおるとこやねんな。なのでそういうところに問題がまずは出てきやすいよなんて言われてるわけよね。例えば口内炎がよくできるっていう方なんかでも、それって体弱り始めてるよっていう合図なわけ。だから口の中にいろんなことが起こるっていうことは、体なんか問題出てきたでっていう合図やでっていうことが、このメタボリックドミノっていうのが表してるわけよ。まあ、もともとは生活習慣病なわけやんな。虫歯だってそうやで。感染症と思ってる人もいてはるかもしれへんけど、確かにバイ菌悪いことすんで。でもバイ菌いてるからって絶対虫歯になるわけちゃうやんか。なあ、歯磨けへんけど虫歯なんかないねんいう人だって世の中にはいっぱいいてはるわけよ。一生懸命磨いてるのに虫歯になるんですっていう人もいてはるわけよ。ってことは、歯磨いたら虫歯を防げるっていうわけでもないわけ。バイ菌をゼロにせえへんかったら虫歯になってしまういうわけではないのよ。体の健康のバランス保ててたら虫歯とかにもなれへんかったりするわけやねんな。まあほんまの話、歯磨け磨けって私も言うけども、それは口臭したりとかさ、嫌やんか。歯茎弱りやすかったりとかっていうこともあるから、歯は磨いた方がええよと思ってるけど、歯磨いたからって虫歯予防できるって思ってたら大きな間違い。これはもうほんまに完全に世の中では言われてることやねんか。歯磨きと虫歯っていうのは実は関係ないですよって言われてんねん。えって思う。えマジ必死で磨いてんのに。なるよね、なるよね。まあまあ、バイ菌は減らした方がいいけど、歯磨いて綺麗にしてるからって虫歯できへんわけでもないし、ほんまに磨いてないけど虫歯できへん人もいっぱいおるわけ。ってことは、虫歯予防しようと思ったら何が大事って、健康な体を取り入れることが一番大事なわけやんか。ということで、うちでは実は丸々やめました。そうそうやね、フッ素を使うのをやめました。フッ素って虫歯予防に一番いいよなんて思ってる人いっぱいいてはると思うねやんか。でもフッ素塗ってても虫歯になる人はなります。なるよね。フッ素塗ってなくても虫歯ゼロの人なんぼでもいてます世の中に。で、すごいひどい虫歯でフッ素塗ったらちょっとマシなったいう人だっていてはんねんで、必要やと思う人はやっぱ使ったらええし、でもいろいろ何でもそうやんか、賛否両論あるわけよね。フッ素がいいよ、虫歯予防には絶対必要やでっていう人もいてはるし、フッ素って結構体に良くないよ、やめた方がいいよ、体のこと考えてっていう論文もあるわけ。どっちの論文もあんねんな。で、昔からフッ素は神経毒やでなんて言われてたりするし、フッ素で虫歯が減るのは虫歯菌、バイ菌の細胞をやっつける細胞毒になってて、バイ菌をやっつけてるから虫歯少ないねんでなんて言われてたりもする。私は研究者ちゃうからさ、自分でデータ出したわけでもなんでもないし分かれへんねん。あ、こうとも言われてるし、こういう論文もあるしっていうことしか分かれへんねんな。
でもそんな中でなんでフッ素をうちでやめたかって言ったら、体の健康をうちは一番重要視してるわけよね。その中の口っていうものを大事にしてるから、体の健康を考えた時にこれは明らかやって言われてることがあって、栄養の世界、栄養学の世界とかでは体が健康で免疫上げて代謝を良くしましょうなんていうことっていうのはね、 TCA 回路とか聞いたことある？体のエネルギーを回して免疫上げて代謝上げてってしていくために、ブドウ糖やろ、糖質からもタンパク質からも脂質からも最終的には TCA 回路っていう回路を回してエネルギーを作りますよっていうのがあるな。その TCA の回路、分解されて吸収されてっていろんな形になっていくやんか、糖分もタンパク質も脂肪も。その時のこの回路が回ってエネルギー作るよっていう時にフッ素があるとそれを邪魔するんよ。そこを回すのを阻害する一つになってるわけよね。ってことはフッ素が体の中に溜まると当然ながらエネルギー産生が落ちる、免疫が落ちる、代謝が落ちるってなるから、総合的に考えたら体づくり、健康な体づくりの邪魔してるんちゃうのって思ったわけよね。なのでうちはもうフッ素を使うっていう予防法をやめました。その代わり体を元気にするために何ができるのか、今体の中でどんな栄養が不足してて、ミネラルが不足しててビタミンが不足してて、じゃあこういう食事に変えた方がいいよねなんていうことをお話しさせていただいて、体全体健康にしていくという予防法に変えてますよ。どれが正解かっていうのは自分に合った方法をみんな選んだらええと思うねんな。けれどもここだけが健康やったらいいっていう人はなかなかおれへんと思うね。体全部元気で美味しいもん食べたいわけやんか。なので体のこと全体を考えていくんやったらそういう考え方もあるねんでっていうことを今日は伝えたいなと思います。当然ながら歯を健康にするためにも大切な栄養素っていうのもあるわけよ。この歯の栄養としてはやな、いろいろあるで。カルシウムが大事ってみんな思ってるやんか。カルシウム必要やねんね。カルシウム、小魚とかチーズ、こんなとこからカルシウム取ってもらったらいいかなと思います。それだけでは歯って成り立てへんのでね、カルシウムも必要やけど他にビタミン A、 それからタンパク質、それからビタミン D、 リンもいるしビタミン C、 こんないろんな栄養が必要になってくるのよ。だから何でもいろんなもんをまんべんなくしっかり食べるっていうことが大事よね。偏ると体ってやっぱバランスがあるからさ、バランス崩してまうんで、いろんなものをしっかり食べてもらいたいなと思います。カルシウムとリンとかは石灰化、歯の石灰化に直接関わってくんねんけど、この石灰化を助けるのがこのビタミン D って言われてるやつ。骨もそうやんな。ビタミン D とかって骨で作られてるやんか。お日さんしっかり浴びないとビタミン D って体で作られへんわけよ。最近さ、その日焼け止めとか塗ってる人とかが多くって、お日さん浴びてもビタミン D が作られへんとか言う人もいてはったりするから、積極的にお食事からも取ってほしいと思ってます。だからしっかりいろんなもん食べて、睡眠とって、で健康になっていく中で虫歯っていうのは減らしていけることやから、そう、唾液をいっぱい出せることがすごい重要やったり、唾液の質っていうものがすごくいい質になっていくことの方が重要やったりするで。虫歯予防、歯周病予防だけじゃなく全身からみんなで健康になろうな。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。